がり13、はいはい、グイちゃん行ってくんな、バイバイ、いいよいいよ、飛んでいいよ、いい、そこに、はいはいはい、いいよ、バイバイ、でごめん、え、あ、これこれ、あ、あかんかんかん、あああああああ、出ていった。今日はめっちゃ晴れてるんでチャリンコで行きます。しかもこの格好くださいよ、これ小学生ですよ。でやすいやドキドキ聖帝様のお通りだ。着きました。結構慣れてきましたね。体がちょっと楽になってきました。さあ、髪の毛整えて行ってきます。さて、お祈り、あ、忘れた、ゴンゾー。さあ、行くぞ。こんなはずでは。しいんちゃうか。もうちょっと打ってみます。賛否両論あると思うんですけど、この辺で欲張らずに終わりたいと思います。お疲れ様でした。一時はどうなるかと思いましたけども、朝一投資がね1000枚まで膨らんでしまって、ディスクアップからするともう1000枚2000枚なんか当然やっていう人もいると思うんですけど、やっぱりしょっちゅうくるみとしてはね、投資はやっぱり1000枚以内できたら500枚前後でやっぱ玉作らんとどこまでね投資かさむか分かんないんで、とりあえず今日はもうまくったんで。お疲れ様です。今社員の人が帰られました。早番の人がね、もうだいたいね朝投資がかさむ日ってもうそもそももう大勝ちできないんで、そういう時はもうチャラか、少しでもまくった状態で握れるという心構えでやっとかんと、自分の場合は、粘ってよく書いて粘ったらもうろくなことなかったことが多いんでね。それからしょぼいですけどね、200枚ちょっと時給にしたらね、ほんと、500円もない情けない500円もない残念な39歳独身人生積んでるヒムロックでした。設定でもね、設定どうでしょうね。明日がイベントですよ、このお店。イベント前日で、しかもディスクアップの稼働が1割ぐらい2割ぐらいの稼働で、皆さんもご存知の通りそんなにねディスクアップ座ってない店なんで、それでイベントの前日で設定を入れるかな、最初の方ね、共通吸盤薬がもうアホほど落ちたんですけど、最後の方はあんまり落ちへんなったし、まあ分からんすけどね、設定なんてね。でもまあ1以外かなとは思いますね。2か5かなってとこだと思います。はい、もう設定ばっかりはこればっか分からないんで。でも多分ね、チェリーレギュラーも2回あったし、レギュラーよう引いたし、1ではないんかなって感じですね。でも5なんかって言われたら分からないですね。そういう題なんで、もうね、連日のこのチャリンコでね、もうね 1.3 キロ減ったんですよ2日で回してパンパンですわ。はい、だからしんどいんですけど、ちょっと先輩から電話あって、ちょっとせんべろ飲みに行こうぜっていう誘いもあったんで、これでもう帰ります。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。よろしくお願いします。